じゃこんにちは。はい、前回開幕オーダー中日の予想をしていったんですけど、今回は DeNA ベイスターズ、はい、ね、まあ行きたいと思うけども、はい、まず新戦力、まあ、新戦力ね、はい、ロメロ投手、はい、26歳、はい、ね、ストレートは速いよ、はい、めちゃくちゃ速いよ、めちゃくちゃ速い、うん、でツーシームがね、はい、変化球はカット、スライダー、スプリットって持ってるんだけど、はい、まあ、その中でツーシームがやっぱり一番いいかな、はい、でツーシームが右バッターの懐にどんどん投げれるピッチャーなんだよね。でやっぱりシュート系のボールを持ってるピッチャーっていうのは、はい、日本では必ず活躍する。それと打ちにくい、はい、でましてやその150キロ後半が出るピッチャーだから、はい、だからこれはやっぱこう相当な戦力になるかなっていう。ただ DeNA の場合、はい、先発ピッチャーが外国人で活躍するっていうのはなかなかないんだよね、はい、今までに。だからそれだけにまあちょっと不安もあるんだけども、はい、だけどこのピッチャーの力を持ってすれば、まあ、先発で十分やってくれるし、あと井上 の穴っていうのは、はい、完全に埋めてくれると思う、はまればね、はい、でコントロールはすごく安定感がある、はい、先発がダメでも中継ぎでも十分やっていける。これなんでかというとやっぱコントロールがいいから。だから先発でこうリズムが悪いなって言った時にはやっぱ中継ぎに入れたりとかそういうこともできるんで、はい、非常に使い勝手のある選手で使いべりしてないんだよね。はー、ただしその故障があって、はい、2014年から、トミー・ジョン手術を受けて、はい、そのシーズンはそのシーズン途中から、投げてない、はい、で2015年には全休してるという、はい、うん、だから、はい、あんまりこう使いべりはしてないんだけども、はい、まあ、昨年も実はやっぱり実戦からちょっと遠ざくる事件があって、はい、スプリングトレーニングに向かう途中にマイアミの税関で、はい、マリファナを所持したために入れなかったんだ、はい、参加できずということで、そこがどうなんだっていう、まあ、これもあの調査の上で、はい、おそらく DeNA の方が取ってると思うから、はい、まあ、おそらく大丈夫だと思うけども、はい、やっぱここら辺の速攻はしっかりしとかないと、まあ、とんでもないことになるというね。そうですね、まあ、マリファナっていうのはその合法になってる州もあったりとか、はい、いろいろなんかこうまちまちでね許可が、まあ、あるけども、だけど、まあ、そういうところはしっかり管理をしておかないと、はい、まあ、大変なことになるなというね、まあ、そんな感じがします、はい、で、まあ、DeNA の方は、うん、あの野手を取ってないんだよね、外国人でね、はい、でこの投手と育成の2人を取ってるんだけども、うん、はい、まあ、育成の投手たちはまっすぐは速いんだけどまだまだちょっと時間かかりそうなことなんで、うん、まあ、紹介は省くけどね、はい、まあ、その中でちょっと開幕オーダーをちょっと考えてみました、はい、DeNA、ね、さあ行くよ。はい、お願いします。はい、1番センター上里、はい、まあ、かっこ桑原、はい、で2番セカンド牧、はい、かっこ田中、はい、3番ライトオースティン、はい、で4番にレフト佐野、はい、で5番にファースト外、はい、で6番サード宮崎、はい、で7番ショート柴田、はい、まあ、大和倉本とも書いてるけどね、はい、で8番キャッチャー戸柱、はい、でまあ、伊藤光っていうことも考えてますね、はい、で9番ピッチャー大貫、うん、かっこ浜口、はい、まあ特にかっこが多いんだけどさ、はい、赤文字が新戦力ということですね。そうそうそう、牧ということでね、はい、まあだけどそのかっこが多いということは、はい、まず一つに、はい、レギュラーが決まってないというね、はい、ことなんだよね、うん、それと問題はやっぱり1番梶谷が抜けて、はい、まあ、センターというポジションと1番を誰が受け持つのか、はい、で、まあ、1番手にはやっぱ上里が来るのかなっていうことと、はい、ただその開幕カードが巨人戦、はい、で菅野が来るという、はい、まあ、力のあるピッチャーだよね、ボールに。で桑原、はい、もうそろそろやらないと知らないぞっていうような瀬戸際の選手になってきた、はい、だからまあ
力のあるピッチャーには桑原をぶつけてみても面白いかなと思って、まあ、一番候補にはしたけども、うん、でセカンドの牧、はい、まあ、自分のコメントでも言ってた菅野と対戦してみたい、はい、いいピッチャーと対戦してみたいということで、はい、まあ、頑張るかなという、うん、まあ、牧というね新しい、まあ、選手、まあ、後輩だけども、はい、入ってくると面白いなというね、うん、でまあ、かっこ田中、はい、まあ、人的保障ということでジャイアンツから今年入ってきたけども早速、まあ、早速ね古巣との対戦というものもぶつけてみるのも面白いかなということで、はい、まあ、2番の候補に入れた、うん、でラミレス監督は2番に外国人を入れるケースがすごく多かったんだよね、うん、オースティン入れたり、はい、まあ、時にはその外入れてみたりだとか、うん、したことはあるんだけども、はい、まあ、三浦監督だとやっぱこうオーソドックスに行くかなという、うん、やっぱもうライトに力のあるオースティンを入れる、はい、まあ、これは普通の流れなんだよね、うん、で、まあ、そういう自然体を貫くかなという三浦監督のね、はい、そういう性格かなというふうに読んで、はい、で4番はレフト佐野、まあ、昨年ね非常に結果も出したし、はい、まあ、勝負強かったしね、うん、だからここら辺はあの4番に使ってくるだろうと、はい、で5番ファースト外、はい、まあ、やっと外がポジションを得るという一つのポジションをね、うん、まあ、どこもかしこもやったけども、はい、やっぱり一つのポジションをやったら外がどれだけ打つんだろうというね、うん、まあ、そういう楽しみもあって、まあ、5番ファースト外、はい、で6番サード宮崎、まあ、ここら辺はもう鉄板だよね、うんうん、はい、で7番ショート柴田、ベイサーズの課題はセンターライン、はい、で、まあ、セカンドも2人候補にね挙げてるけども、ショートも柴田っていうことを言ってるけども、はい、大和と倉本、うん、まだわからないよという、ただやっぱこう柴田の安定感、はい、まあ、それをやっぱ開幕ではちょっと 使いたいかなという、うん、やっぱ堅実だしバッティングもしぶといしね、はい、でキャッチャー戸柱、はい、で戸柱もいいんだけど伊藤光とのこの2人の争いになってくるかなというね、うん、で大貫との相性がどうなのかという、はい、開幕当初は大貫になってるからね、はい、まあ、してるから俺はね予想としてはね、はい、だからここら辺のその、まあ、相性も見るだろうけども、まあ、今年はやっぱキャッチャーは、うん、主戦をしっかり決めて、うん、なんかこう戦ってほしいなというね、はい、まあ、伊藤光もいいんだけども、まあ、成長を考える、戸柱のピッチャーに対しての信頼度を考えると、はい、まあ、戸柱でもいいんじゃないかなという、まあ、信頼があるかどうかわからないけども、うん、まあ、俺は信頼してるんだけどね、うん、で開幕先発に、まあ、大貫とは書いたけど浜口がやっぱ手を挙げてんだよね、はい、俺がやりたいみたいな、そうですよ、ね、俺にやらしてくれみたいな、はい、その心意気は買うけども、はい、開幕戦どちらかってくれるとさ困るんだよね、はい、でやっぱこうどちらかというと自滅型のピッチャーなんで、うん、まあ、開幕カードっていうのを考えるとやっぱちょっと安定感のある大貫の方がいいかなというふうに思ってんだよね。でもまあ一応今こう開幕オーダーをね、はい、まあ、とりあえずこう作って見せたけども、はい、やっぱこう見ての通りレギュラーが、うん、まあ普通にいけばオースティン、佐野、外、宮崎ぐらいしか決まってないんだよね。そうですね、うん、でやっぱセンターラインが決まってない、はい、キャッチャーも含めてね、はい、だからここら辺を確立していけないとなかなかこう安定した戦い方ができないかなというね。うん、だからまあ、牧とか、はい、田中とか、はい、まあ、新戦力だよね、はい、田中もそうだけども、はい、まあ、ショートには3人候補がいるという、うん、だからここら辺をレギュラーが絞り込めるような、まあ、活躍を見せてくれると安定した戦い方ができるかなというね、うん、思います、はい、うん、まあ、新戦力ではピッチャーで、ロメロ、はい、ね、このピッチャーが普通にやってくれると、
まあ、10勝は硬いぐらいのボールの力あるし、まあ、コントロールも安定してるし、はい、だから伊野の穴はね、完全に埋まってくると思うし、はい、あとはやっぱ今永、うん、まだなんかちょっとね、調整も遅れるみたいな話も書いてあるし、はい、だから怪我人がやっぱり少しずつでも戻ってきてくれないと、うん、投手陣は、まあ、ロメロが入ったとしても少し苦しさはあるかなというふうに、うん、ただ中継ぎ陣がいいだけにね、はい、うん、だから先発が1イニングでも長いイニングを投げて後ろのピッチャーにどん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 楽ができるようになってくると余裕が生まれてくるし、うん、ね、ベイスターズはセンターライン、これがしっかり決まると戦っていけると思います、はい、ね、どんな風になっていきますかね、頑張ってほしいよね、はい、はい。